これが競りですけども、こういうふうに乗せこれが競りですけれども、こういうふうにここですね、競りのこう茎というか地下茎というか、伸びてきてここからまた生えていくんですけど、これがこういうふうにその草と紛れちゃってるわけですね。で、これこういうふうにこう草を刈ってやると、もう一本ここにもそのこっち側にも競りが伸びてるのが分かりますけども、こうやっていくとだんだん競りが地表を覆っていってですね、雑草が生えにくく、なっていくわけですね。こういうその競りの根元とかにある雑草をこうやって丁寧に抜いてって、